実食に入ろう。確かにこれはチーズリゾットだ。最後にこのポットの中身をかけて食べる流れのようだね。適度に溶けたチーズがじんわり絡んであーんダメ、拷問的なまでの美味しさ。リゾットの決め手は山椒。鮮烈でシャープな香りが小さなコクとまろやかさを引き出し、うなぎのうまさを爆発させている。そしてそれらをつなぐ影の立役者はニンニクだと。和食でニンニク。後輩たちが作った燻製ニンニクチップ、魚介の味を引き立てるくるみ材でスモークされています。砕いてトッピングしたことでサクサクとした食感もプラスされます。そして最も重要なのはこのうなぎが関西風蒲焼きであることです。関東のものと違い蒸すという工程がない。なのでパリッと油の主張が強く香ばしい蒲焼きになり、ニンニクという強烈な素材とも合わせられたのです。何より指先くんの情熱と手伝った青木くん、佐藤くんの汗が染み込んでいるんだ。美味しくないわけがないさ。汗が染み込んだとか言うな。気持ち悪いわ。これだけでも十分美食として成立している完成度ですが、このポットの中身はうなぎの肝水です。下処理したうなぎの肝とニンニクチップをオリーブオイルで炒め、榊くんと丸井くんが作ったこれを入れて、さらにカツオだしを加えたものです。吉野くん、肉美くんが作ったチーズとも優しく溶け合い、素晴らしい余韻を生み出します。白津くん、この料理を味わって美味だと思ったなら、極西寮のみんなを侮辱したこと詫びてもらおう。それに僕は和食を作ったつもりはない。作ったのは僕の料理だ。とある食撃で一色聡の料理を審査した美食家はその料理を公表していた。超攻撃的和食と